してここに現れたのか説明してくれる？私はただあなたが近々危険な目に遭うかもしれないと思ってついてきただけだ。私に黙って後をつけてたってこと？それを普通尾行って呼ぶんだけど。これはカーレスさんの意思だ。あの人を裏切ることはできない。故に私はあなたを危険から守る。もしあの人がまだ生きていればきっとこうしてただろうからな。あんたがパパのことを語らないで。すみませんお嬢様、私の力が及ばぬばかりに。クロリンデス様、助けていただいたことには感謝を申し上げます。しかしどうかご自身の立場をわきまえていただきたい。不必要に心の傷をえぐることはお互い好ましいものではないはずです。すまない、私はあなたの気持ちを考えていなかった。もういいから。それで他に何を知ってるの？どうして私が危ないって思ったわけ？私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。だが連続少女失踪事件の黒幕は強大な勢力を持っているはずだ。今日のことできっと狙われることになる。あいつらは前々から私を狙ってたはずよ。むしろ今さら手を出してきたのが不思議なくらい。それでこの警備ロボたちは？これって出立艇の人にしか動かせないと思うけど。先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボには番号がついていなかった。つまり出立艇が法を執行するのに使わす機械ではないということだ。おそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な手段で手に入れたのだろう。紙幣としてその力を集めて保有していると思われる。そう、とにかく今のスピナディロースらじゃ勝てない勢力ってことね。でしょ？ああ、くれぐれも気を抜くな。無謀な行動は控えるようにしろ。いずれにせよ私は引き続き調査するつもりよ。真実を白日のもとにさらす、これこそがパパの本当の意志だから。とにかく今日のところはありがとう、クロリンデ。ただ今度また何か気になることがあったら先に私に教えて。尾行されるのは好きじゃないから。連中もそう立て続けに手出ししてこないだろう。私ももう後をつけたりはしない。では失礼するよ。はいはい、今日一番のニュースね。それはお嬢様、クロリンデ様の気持ちに嘘偽りはないかと。彼女との関係性を見直すのもいいかもしれません。私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってあの人は。やっと復活したな。オイラたちもうおしまいかと思ったぞ。お前が気絶してる間に待ち伏せしてた警備ロボが急に飛び出してきたんだ。でも部下を連れたナビアが助けに来てくれたんだぞ。あ、それにあのクロリンデっていう決闘代理人も手伝ってくれたんだ。とにかくさっきは運が良かったぜ。でなきゃオイラだけじゃあんな奴らに勝てなかったぞ。いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。それにさっきのが本当の送別会だなんて思ってないから。あんたとの食事はいつだって祝勝会にしたいしね。つまり私たちは今も相棒同士ってわけだから。お礼もいらない。
私がお嬢様のような懐の深さを持つにはあと50年はかかるでしょう。仮に私がお嬢様にこうも好意を示されたら、即座にスピナディロースらに入りたいと思うでしょうね。はあ、あんたたち、もう。そういえば、ナビアはどうしてオイラたちが危険だって気づいたんだ？出てくるタイミングがあまりにも良すぎたけど。それについては、すべてパイモンのおかげね。あんたが間違って私の飲み物を飲んだからよ。どういう意味だ？あんたたちと別れた後、フォンテーヌ邸にあるスピナディロースらの拠点に一人帰る途中でふと思い出したの。あんたこう言ってたでしょ？なんか味がしょっぱかったし、全然美味しくなかったよなって。フォンタは甘い飲み物のはず、しょっぱいわけがない。しかも、あれは色も少し妙だった。つまり、あのフォンタには原始大海の水が入ってたってことか？そう。だから、あんたがその飲み物を飲んでくれてなかったら、私は今頃。ボスを助けてくださったあなたたちに、スピナディロースらは最高の栄誉勲章を授ける準備をしております。そんなのがあるのか？ホテルデュボールに手がかりがないか人を送って調べさせたけど、連中は何の痕跡も残してなかった。だからあんたたちにも危害が及ぶんじゃないかと思ってね、すぐにこいつらと来たってわけ。あの連中、オイラたちまで消そうとしたってことか。ただリネのために弁護して冤罪を晴らしてやっただけなのに。となるとこれでオイラたちも完全に巻き込まれたってわけだな。まあ連中からしたら、あんたたちは自慢の計画を潰しただけでなく、致命的な手がかりもつかむ寸前だったからね。ところであんたたち、原始大海の水を飲んで何の異常もなかった？そういえば旅人もさっき理由もなく気絶したわけじゃないよな。しかもまたバシェって呼ぶ声を聞いたんだろ？あ、そうそう、それに今回はオイラもその声をちょっとだけ聞いたんだ。つまりさっきの状況は原始大海の水と関係してる？じゃあフォンテーヌ人以外が原始大海の水を飲んだら水元素の感知力が上がるってことか？悪いことじゃなさそうに聞こえるけど。情報？気絶した時にか？教えてくれる？なるほど、確かに重要そうな情報ね。バシェ、聞いたことのない名前ね。ここ最近証人として出廷したこともないと思う。でも少女の溶ける瞬間を彼が目撃してたのなら、少なくともそのバシェって人は事件現場にいたことになる。なのにその人は事件について何の情報も提供してない。私たちだって人間が原始大海の水に溶けるなんて知ったのは最近だし、もしかして彼は誰かに脅迫されてる？うん、サンキュー。今の状況から見てその情報はとても重要になるはず。引き続きこっちで調査してみるよ。それってつまりあんたたちも一緒に調査してくれるってこと？送別会はしてないって言ってただろ。ならオイラたちはまだ相棒同士ってことだよな。
巻き込まれた以上、オイラたちに悪さをする奴らを旅人が放っておくわけないしな。ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは表情をコントロールされた方がよろしいかと。何しろあなたはスピナディロースらの顔なのですから。こら余計なこと言うんじゃないの。じゃあ一緒にフォンテーヌ邸の拠点に帰りましょう。宿の手配もするから。それと計画も練らないとね。相棒としてお互いの理解を深める必要もあるし。とりあえず一つずつやっていこっか。安心してくれ、私たちがいれば拠点は絶対に安全だからな。